はい。フリーェイターいつか笑って過ごせる暇です。第98回箱根駅伝予選会の私の予想は当たったのか大学個人の結果と感想などということでやっていきたいと思います。はい。ということでですね。えー、箱根駅伝の予選会が終わってしまいましたね。はい。まあ今年も色々ありましたけれどもですね。えー、終わりました。 で、まあ、あの記録に関してはね、今出している通りでございます。画面に出ている通りです。まあ、あの、明治大学、中央大学、日本体育大学、山梨学院大学、神奈川大学、法政大学、中央学院大学、駿河台大,大学、専修大学、国士舘大学の順で、この10校が、えー、予選突破ということになりました。でですね、まあ、ここからはですね、あの私の予想と、えー、照らし合わせてどんなもんですかというところをやっていきたいと思います。はい、という感じなんですけれどもね、えー、1位明治大学と予想していて、えー、実際も1位と。 2位が中央でかけて実際も2位。えー、3位、日本体育大学で実際も3位というところですね。まあ、ここまではね、しっかり当ててきたんですね。で、えー、4位、拓殖大学と予想してたんですけども、なんと、拓殖大学ですね、11位なんですね。で、まあ、これどういうことなんだっていうと、まあ、桐山選手、山田選手という両選手は頑張ったんですけども、他は全体的に1万メートルの順位よりもちょっと下になってきたのかなという形で、まあ、全体的にね、えー、スローペースになってしまったのが原因かなというところです。はい。えー、次。 次がですね、えー、国士舘大学が5位が10位、えー、中央学院大学が6位が7位、えー、法政大学が7位予想が6位と、えー、神奈川大学が8位予想が5位、えー、山梨学院大学が9位予想だったのが4位という形ですね。はい、山梨学院大学もね、えー、9位って言ったら4位ですよ。まああのー 結構ね、安定的だったので、まあ、上位に食い込む可能性もあったっちゃあったんですけども、まあね、うん、っていう感じで、まあ、皆さんね、頑張られたな、という感じですね。はい。次、城西大学。これがね、10位予想だったんですけども、15位だったんですよね。10位予想が15位。なぜだ、というところで見ていくとですね、100位以内に5人入っていたんですよ。もともと、1万メートルのタイムでは。 それが、えー、結果を見てみると、二人しか入ってないんですね。まあ、全体的に力が出し切れなかったというのが原因なのかなというところで、えー、山本選手、山中選手といった2年生が奮闘していて、まあ来年に行きたい。まあ、砂岡選手がね、4年生で、えー、これで引退、えー、最後の、 ね、箱根というところだったので、まあ、あのー、来年戦力はダウンするんですけれども、まあ、2年生のね、成長もありますので、この山本選手、山中選手が頑張っていけば、まあ、来年はね、頑張って、えー、箱根駅伝を目指していただきたいと。来年後さ、予選会突破するんだというところをね、えー、ぜひ見せていただきたいなと、ね、思います。はい。えー、次、えー。次が、上、え、線、ー、の時、上部ですね。上部11位予想だったのが、えー、なんと、 14位と、いうところで、ここも結構外れてるんですけれども、ここがですね、2番手のヌガガ選手と5番手の鉄川選手が当日外れたんですね。その分、他の選手は割と奮闘してるんですけども、厳しい結果になりました。それでも厳しい結果になってしまいました。やっぱ2番手、5番手が抜けるとね、まあ、 ね、どういう理由で抜けたのかちょっとわからないですけれどもね。はい。で、1年生の海村選手が後半ペースを落として、ほろ苦い予選会で B になってしまったと。まあ、まだ1年生ですからね。まあ、1年生の時失速したよね。2年、3年、4年で頑張ったよねって言われるようなね、えー、走りを来年以降に期待したいと思います。まあ、上部大学大好きな、ね、チームですのでね。えー、この海村選手が。 今年のね、えー、失敗を糧に頑張っていただいて、来年以降ね、もっともっと早く、ね、あのー、エースの村山選手も残りますから、まだ3年生なので、来年4年、ラストイヤーになりますから、ぜひ、梅村選手2年生、来年2年生でね、頑張っていただいて、上、え、部、ー、大学復活というところをね、えー、見せていただきたいなと思います。はい。次。次がですね、駿河台大,大学12位予想かなんて8位ですよ、8位、えー。初めての箱根出場を決めました。えー、 100位以内が5人と、えー、1万メートルの記録の3人から増えているなど、全体的に予想以上の走りを見せてくれたんですね、それが大学ね。ね、すごかったですね。はい。で、ただね、体育教師でラストイヤーの今井選手、まあ、3年生から編入で、えー、走っておられた今井選手が、ちょっと不完全燃焼で、えー、本人もね、ちょっとなんか悔しそうな感じでした。はい。で、えー、ぜひね、本戦、今回本戦出場できますから、ぜひ本戦でね、この、鬱憤というかね、 を晴らしてね、えー、奮闘。ぜひ、箱根の本線でね、えー、頑張っていただきたいと思います。はい。ね、今井選手、そして駿河台大学頑張ってください。えー、次がですね、えー、っと。 専修大学13予想が9位。こちらも頑張りました。まあ、あの、今年は厳しいでしょうと言っていたんですけれどもね、去年もね、下馬評をひっくり返して入ったんですけれども、今年も下馬評を返してきたというところですかね。まあ、1万メートルのタイムでね、100位以内が1人、200、 以内が6人だったんですけども、100位以内に2人入ってきたんですね。結果としてはね。高瀬選手が10位と奮闘されたんです。そして10人が百、二百200位以内に入ってきたんですよ。6人だった、1万メートル6人だった200位以内がなんと10人全員、記録が有効になる10人全員が200位以内に入ってきたと。この辺もね、素晴らしかったですね。で、えー、水谷選手、野毛選手といった2年生の活躍も大きかったと思います。ぜひね、選、え、手、ー、大学も本戦で、えー、頑張っていただきたいですね。はい。えー 次えー、大東文化大学14位予想が12位と、えー、まあ予想よりもだいぶいい走りをされたんですけども、ただここですね、実はですね、全日本大学駅伝の予選会でも、えー、失速していたピーター・ワンジュ選手が予想外のタイムで帰ってきたと。留学生がチーム10位内に入らないというね、えー、状況になってしまったんですね。そこを考えるとですね、まああのー、 1>, 1万メートルの記録で3位だったかなのピーター・ワンジル選手が10位以内に入らずに、えー、それでも順位を上げてきたというのは素晴らしいですね。で、これね、ピーター・ワンジル選手、まあ、1万メートルのタイムこそ、まあ、トップランカーっていう感じではないんですけれども、ハーフマラソンだと、1時間2分2秒で、まあ、あのー、早いんですよね、かなり。その辺を考えるとですね、あの、ピーター・ワンジル選手が期待通りの走りをしてれば、えー 予選会突破も見えてきていたというところですね。まあもちろんね、今回皆さんタイム落としてきているので、えー、ピーター・ワンジュ選手が2時間、いや1時間2分2秒で走れるとは思えないんですけれども、それでも3時間、3時間じゃない、3時間遅すぎる。1時間3分台のね、ペ、えー、ースで走っていれば、まああの、10位のね、国士館大学で迫る勢いになれたと。まああの、いけたかもしれないというところを考えるとね、非常に残念という感じですけどもね、皆さんね、あの、 日本人選手のみんなが頑張ったので、えー、来年こそはね、ピーター・ワンジュル選手、えー、頑張っていただきたいなと。えー、全日本、箱根とね、失速、予選会で失速してしまったので、えー、来年以降頑張っていただきたいなと思います。まあね、あのー、1年生の時は彼で失速したけど、2年、3年、4年で頑張ったよねって言われるね、走りを見せていただきたいなと思います。はい、次です。次はですね、えー、慶応大学が15位の19位、えー、流通、 経済大学が16位の17位と、えー、筑波大学が17位の13位、えー、立教大学が18位の16位、えー、日本大学が19位の21位、アジア大学が20位の22位と、えー、20位以内を予想していたんですけれども、えー、2校が20位以内から弾き出されたというところで、他にどこが入ってきたんだというと、東京東京大学が20位、えー、東京経済大学、こちらが18位と入ってきました。で、えー、この、 順位の差、えー、予想と実際の順位の差を見ていくと、えー、平均で2.75と。まあ、まあ2.75だったらまあまあですかね、多分ね。うん。まあ人によってね、評価は違うとは思いますけれども、いや2.75も外しちゃダメでしょっていう人もね、いるかもしれないですけどね。まあまあこんなもんなのかなというふうに思いました。えー、で、まあ順位内もね、えー、10チームし八8位当たってると。8チーム当たってるというところで、まあまあこんなもんですかね。う <laughs> んっていう感じです。えー、でですね、 えー、個人の方を見ていくと、えー、1位から7位まで留学生なんですね。やっぱり留学生強いですね。そしてですね、日本人の方に目を向けていくと、えー、日本人1位が全体の8位で栗原選手中央大学、えー。日本人2位が全体の9位で加藤選手明治大学。まあ、加藤選手ね、あのー、明治大学の中ではあのー、まあ、エースと言われるような選手ではなかったんですけれども、まあね、 頑張りました、ね、本当ね。はいえー、3位が、この選手もすごいです。高瀬選手、選手大学、えー、日本人3位、えー、トータルでも10位というところで、ね、よく頑張られてたと思います。はいえーまあ、そのほかね、明治大学を中心に日本人の20位以内、えー、入られています。まあ、そのほかね、あのー、予想外に頑張ったところでいうと、えー、東京農業大学の高槻選手であったりとか、えー、立教大学の斉藤選手と、このあたりですかね。はい まあね、その他、詳しくはまた、表を見ていただければと思います。はい。ということで終わってしまいました。まあ、終わってしまったとても予選会が終わってしまっただけですので、ね、今後ね、今回ね、突破された10チームの皆さんはですね、来年の1月に、1月の頭にね、行われる箱根駅伝に出場できるわけですから、まあそちらでね、頑張っていただければと思います。はい。という形でですね、今回はこの辺りで終わっていきたいと思います。 えー、よろしければですね、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そしてね、いいのをつけていただけますとね、励みになりますので、ぜひいいねをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。フリーライターのいつか笑って過ごせるひまねで,でした。